今日はヘッドスタンドに入る瞬間の力の使い方をご紹介します。その瞬間というのが両手をしっかり組んで頭を床につけていきます。そしていつものようにヘッドスタンドに入る順番、瞬間ですね。中には片足ずつ上げる方もいらっしゃいますし、そのまま膝を胸に引き寄せながら上がる方もいらっしゃいます。ここで足をストレートレッグですね、膝をまっすぐしながら上がる瞬間のこの力の使い方をご紹介していきます。ではこの瞬間ですね、何が起こるかというと、おへそはぐーっと、背骨の方に引き寄せられて、しっかりウディヤナバンダを使うと同時に肘で床を押すというアクションが入ってきます。その感覚を少し違った形でご紹介します。床に一度、仰向けになっていきますね。膝を立てていきます。で今ニュートラルな状態でリラックスした状態です。ではここでいつものようにヘッドスタンドするかのように両手組んで、そのまま頭の後ろに置いていきます。肘を締めるように、肘が開かないように少し、腕を外旋ですね、していくようにしていきます。では今この状態で背中のあたりスペースが見られると思います。ここに、手が入るぐらいのスペースができますね。ではそこを、おへそを床の方に押していくようにして、そのスペースなくしていきます。もうその状態でお腹のコアですね、ウディヤナバンダもぐーっと強い状態になっています。ではその状態から肘を頭の先に押していくように、何か壁があるようなイメージで壁を押し返すようにして肘を持ち上げていく。吐いて一度リラックス。もう一度いきます。今スペースが空いている状態で力が入っていない状態です。肘を締めて顎を少し引いて、一度大きく吸って吐き切ります。もう一度吸って、次の吐く息でおへそ床の方に下ろしていくようにしてスペースなくして、次の吸う息で肘をぐーっと手頭の先に押していく。肩甲骨から、腕を伸ばしていきます。肩、耳から離していきます。ここで吸う呼吸、しっかりとおへそを床に押し付けるようにして。ではゆっくりと力を解放していきます。この今、ぐーっとお腹が強くなった状態、あの感覚、同じような感覚が先ほどのヘッドスタンドに上がっていく瞬間に発揮される力です。ではもう一度最後にヘッドスタンドの状態で肘を締めていきます。ここから膝を床から離して、もう一度頭の安定感を確認していきます。付け根をぐーっと後ろに引いて、一度大きく吸って吐き切ります。次の吸う息で同じように背中の方にぐーっとおへそをこますように、ここで吸う呼吸したらゆっくりと同じ道をたどって、付け根後ろに引きながらゆっくりと下ろして、最後にチャイルドポーズをして、ゆっくりと
戻ってきます。